こんにちは、すみだです。本日は神奈川県鎌倉市に来ております。前から行きたいなと思ってた、2つの神社がありますので行ってみたいと思います。あ、道しるべがありますね。佐助稲荷神社さんと銭洗い弁財天さんです。どちらも水にまつわる言われのある神社です。まずは佐助稲荷神社さんにお参りしたいと思います。はい、佐助稲荷神社さんの入り口に到着しました。あ、鳥が見えますね。まずは、一の鳥居をくぐって、こんな言われがあります。鎌倉幕府を開いた、源頼朝がですね、伊豆に流されていた時にですね、3日続けて同じ夢を見たそうなんです。で、夢の中でですね、こちらにいらっしゃるあの神様がですね、翁の姿になって、頼朝に旗揚げを促したと。で、頼朝さんがですね、幼少の頃あのサスケの佐と書きまして、スケ殿と呼ばれていたそうなんですね。それで、そのスケ殿を助けたということで、サスケ稲荷という名前が付けられたそうです。不思議なお話ですね。なんか鳥居を一つずつくぐるたびに、だんだんとこう静かな気持ちになっていきます。いや、しかし続きますね。ちょっと汗かいてきました。あ、拝殿が見えてきました。御祭神は宇賀の御霊の神です。あ、霊湖泉ですね。はい、案内があります。霊湖泉、佐助の稲荷山は昔より麓の田畑を潤す水源の地なり、命の源のこの湧き水を、人々霊湖の神水と称え、家々の神棚に備えて稲荷のご神徳をいただくなり、今に至るも絶えず湧きいずる霊湖の泉なりと。あ、こんな容器がありますね。ということは、水をいただいていってもいいんですかね。あのペットボトルの水飲んで入れさせていただきたいと思います。はい、先ほどの、道案内のところまで戻ってきました。これから銭洗い弁財天さんに向かってみたいと思います。はい、銭洗い弁財天宇賀福神社。この道通っていくんですかね。うわ、ここがもう境内なんですね。あ、境内の案内図があります。はい、奥宮です。わあ、洗ってらっしゃいますね。この水は銭洗い水と呼ばれていまして、洗うと金運上昇の御利益があると言われております。
ザルはこちらに。いやー、今日もたくさんの人が現れたんですね。水おみくじです。あー、こちらに浸すと文字が浮かんでくるんでしょうね。うわ、鯉ではなく金魚ですかね。いや、鯉かな。どっちだろう。はい、隅田です。鎌倉来るのは2回目なんですけどね。前回来た時はうまく時間取れずにどこにも行けなかったんですけどね。今日は前から行きたいなと思ったところ2か所も行けてよかったです。ご視聴ありがとうございました。隅田でした。